おはよう、よく眠れたかね。おいおい、僕は変態じゃないよ。朝から威勢がいいね、新人くん。まだ分かんない？さすがに威勢がいいね、君も。このクソ忙しい内調に就職しようってだけあるよ。まあまあ、それなりに。いやいや、それより本当に濡れてるパンツ履いてるの？なんて、がっかりだな。どうでもよかないよ。それなりに興味はあるし。ついさっきも電話したんだが、出なかったもんだからね。出かけたのかと思ってたんだが、あーでは寝てたね。なんだね。ああ、最終日だね。研修の疲れが溜まってるんじゃないかと思ってね。何しろほら教官が。そうそう。それではちょっと心配したんだが、さっきの原爆を聞いて安心したよ。十分元気そうだ。じゃあ明日寝坊しないように頼むよ。
明日からの厳しい内調の仕事に向けて今日は一日羽を伸ばしてもらえ。よし。よくお似合いですよ。そのスーツですと、オトムはタイトスカートとパンツから選べますよ。
取り戻したようです。何？君の名前は？住所職業は言えるかね？ご家族の方は？正座はいい。内調の毛？上ごとを言っているようです。かわいそうに、助かるかな。病院は、いや、週末だからたらい回しだ。今度が5人目だが。この子死んじゃうのかな。最後の言葉が毛なんて、かわいそうだね。遺族には言うなよ。おはよう、新人君。
昨日は大変だったんだって、ビル中の噂になってるよ。本当ね、人の顔じろじろ見て。あ、感じ悪いね、その言い方。心配してた上司に対して。救急車で運ばれたんだって？大丈夫かね？復帰には時間がかかりそうだったのが大方の意見だったけどね。なんだか今日は無口だね。あー、待った！紫のパンツ履いてないと調子が出ないんでしょ。さては、でも京子君、本当に大丈夫なのかね。何やってきて。僕もこの仕事は長くやってるから部下が負傷することには慣れてるけどね。そんな怪我して現れた新人は初めてだよ。本当に平気かね、無理してない？一応入院した方がいいって言われたんだろう。根性あるね。それでこそ我が内閣調査室の調査官だ。なかなか忙しくてよろしい。you